河野防衛大臣は訪問先の北京で19日、中国陸軍の部隊を訪れ、テロ対策訓練などを視察しました。防衛大臣として10年ぶりに中国を訪問した河野大臣は、中国人民解放軍の陸軍部隊を訪れました。まず組織の説明を聞いた後、兵士らが標的を射撃する様子を視察しました。この部隊は首都北京の防衛やテロ対策などを主な任務としていて、テロリストが北京市内の建物を襲撃したという想定で、兵士が壁を登って室内に突入し、制圧する訓練も行われました。河野大臣は中国側との会談で、来年春の習近平主席の来日に向けて、尖閣諸島の問題など諸懸案を解決して良好な環境を作るため、中国側に努力するよう求めています。